上田の合戦で真田の強さを知った家康は稲姫を真田家長男信行に嫁がせ、真田家と縁組をした。ここに稲姫は真田家の一員となり、幾多の戦いで槍を交えた真田幸村は彼女の義理の弟となった。その頃秀吉は九州を制圧、奥州の伊達家も膝を屈し、もはや抵抗勢力は北条家のみとなっていた。秀吉は持てる兵力を総動員して北条の居城小田原城を包囲する。稲姫も真田の将として小田原に参陣した。姉として良き手本を示さなくては。